はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。イース8では続きをやっていきましょう。とりあえず姿勢台の大穴の、一番奥まで来ましたので、進んでいきましょう。あ、そういやあれだ、リフォーグ外したんだ。息が持たない。これを付け替えて、これか、これで OK。 なんかまた落ちそうだな。落ちそうって言ってもさ、ここ海だから上がってこれるよね。仮に落ちたとしても泳いで、重力とかどうなってんだろうね。ここは一体すごく広い場所だな。かなり深く潜ってきたし、ここが大穴のテープなんじゃないかな。でも途中にオキアヌスの住みからしい場所なんて。あれは、なんだなんだ、ジョーちゃん、この瓦礫がどうかしたか。アドル、あれをご覧なさい。文字？なんて書いてある？ロンバルディア？お？まさかこいつはロンバルディア号の。住処かどうかは分からなくね。たまたまここを通るルートだけかもしれないじゃん。必ずやり遂げてみせる。まあ確かにオキアノスがそもそもいないと話にならないからね。どれくらいの周期で戻ってくるかだよね。水の中じゃ体力も消耗するね。まあ確かにね、水の中歩くとだいぶ力使うからね。どうする、ここで待ってみてもしょうがないよね。だって分かんないもん、来るか来ないかなんて。一旦腕戻ろう。何よりもここはさ、ワープしてこれるからね、すぐ来れるよ。ほらほらほら、体だるそう。ずーっと水の中にいたからね。こいつら歩いてきたの？転移してくればよかったのに、そこにピュンピュンって。
間に合ったみたいですぜって。え、こいつ文献読めるの？探検家の勘、すげえな。住処へ追い込むのは間違っていない。ほうほうほう。討伐隊を二手に分けていた。住処へ追い込むことを担当する部隊、住処で待ち伏せしてとどめを刺す部隊、人数が心もとないな。いや別に心もとなくなくない？まあちょっとこっちにするか。まあドギとかも普通に強いからね。全員でやらせてもらうって、子供とかも巻き込むのか。戦闘要員だけでいいと思うんだけど。獣たちも落ち着いている。よし、じゃああの赤ちゃんも参加させよう。てかさ、赤ちゃん生まれてからさどれだけ経ってるの？よろしく頼むよ。産後8週とか経ってんのかな。さすがにだって2ヶ月は経ってないよな。絶対動けないと思うんだけど、お母さん。そもそもアリスンとかってさ、追撃戦に参加するのかな。全員によるオケアの討伐が始まった。全員の内訳が知りたいんだけど。いや普通にさ普通に立ってるんだけど。決戦の時がやってきた。オーケーオーケー、もう準備をして海に潜ったからね。大丈夫大丈夫、やっていこう。
アイアンナックルとかドギに渡すんだ。作戦を開始する。バトル。問題はない。このなんか投擲マシーンみたいなの当たんの？絶対当たんないでしょこんなの。すげえな。でもよく作ったよねこういうの。よし準備万端だ。アドル、これじゃ追っ始めるとしようぜ。慎重に行こう。ああ、いつになく慎重じゃねえか。そいつは落車場の影響かい？間違いは許されません。その程度は当然のことです。ドギ、ちょうどいいから作戦をおさらいしておきましょう。よし来た。もう一度だけ作戦を確認させてもらうぜ。アドル、お前さんたちは作戦開始後オケアノスの住処へ移動して待機。文献によると海中にいるオケアノスは一定間隔で海上に姿を現すようじゃ。わしらは頃合いを見て海上に現れたやつに総攻撃を始める。ある程度傷を負ったらやつは住処へ退散していくはずじゃ。そして住処に戻ってきたやつを俺たちで仕留めるというわけか。作戦といっても確かに単純なもんだな。リコッタも頑張る。オキアヌスは陸に上がれないとはいえ何が起こるか分かりません。決して油断をしないでください。そうですね、皆さんに危険が及ばなければいいのですが。フン多少の危険は覚悟の上だ。これまでしんどい役目はお前たちに任せきりだったからな。せめてこれくらいのことは務めさせてください。おいおい、リヒト先生、足が子羊のように震えてるぜ。これは武者震いです。アドル、鳥は頼んだわよ。よし、精一杯頑張ろう。 あなたなら大丈夫だと思うけど、無事に帰ってくるのよ。よし、それじゃそろそろ始めるとしようぜ。アドル、ここはやっぱりお前さんが号令をかけてくれや。閉ざされたこの海を解放するぞ。閉ざされたこの海を解放するぞ。セリフがある。かっこいい。よし、作戦開始じゃ。アドル、お前さんたちはすぐに奴の住処へ向かってくれ。いや、どれくらい時間かかるか分かんなくね？そもそもさ、追い込む作戦が失敗したらさ、ここにすら来ないってことでしょ？
伝令係を作った方がいいよね、一人。オケアノスが現れたとか、今から追い込むぞとか、そっちへ向かったとかね。パロはね、水中の中来れないからね。ドギオ、そろそろアドルたちが住処に到着している頃だな。ええ、そのはずです。次に奴が浮上した時が決戦開始の合図ってことだ。みんな準備はいいか？クイネも普通にいるね。弓矢か、効かなそう。こんな上から撃ってさ、効くの？よし、攻撃開始じゃ。いや、ダメだ。作戦が成功する感じがしない。やたらんだろう。当たってるけどさ、すげえな、命中率。よし、いいぞ。このまま攻撃を続けるぜ。みんな弓なんてよく使えるよな。すげえ難しそうだけど。今のはひょっとして断末魔の叫びか。いや、残念ながら違うみたいだぜ。え、こっちに敵が来てんじゃん。古代種どもか。奴が呼びやがったのか。みんなこのままオキアノスに攻撃を続けてくれ。上等じゃねえか。ほら、こっちの方が得意なんだぜ。アイアンナックル渡しとけよかったかな。関係ないと思うけど。来い、古代首都も、このドギ様が相手になってやる。わしも助太刀しようじゃないか。こいつ何、無知？効かなそう。殴ってる。ドギ強すぎだろ。いや、絶対効いてないってこれ。エアランはこっちか。いや、普通にさ、無理でしょ。あの状況だと。この気配、アドルに来るぞ。オケアノスってこんなんだっけ。ようやくのお出ましか。あまり客を待たせるのは感心しないな。これが長年にわたって多くの船を沈めてきた犯人。こうして全身を見るのは初めてですが、思っていた以上に巨大ですね。だが
今回ばかりはおじけづいてもいられねえ。島から脱出するにはこいつを何とかするしかないしな。海の男としてロンバルディアの仇ここで取らせてもらうぜ。アドルさん、追い詰めたけど水中ではまだまだ向こうが有利のはず。周囲の水流をうまく使って戦おう。よく考えればさ、ヒュンメルの銃とかってさ、水の中じゃ機能しなくないか。え、どうすんの。え、なに、金庫とかあるよ。待って全然わからん。うわ、え、なに、待って沈んでってんだけど。え、待ってフラッシュムーブとか言われてもさ、わからん。ああ、下に降りた。泳げないね。めっちゃ窮地になってるよ。お、マジどうすりゃいいのこれ。え、一回上に上がんのか。水流を使ってこれか、これか。え、それでどうしよう。またこっちだよ。やばいぞこれ。ほうほうほう、上に上がって。待て、どうやって状況連絡してんだ。いや、そう、わかるよ。ほら、いけない。やばいぞこれは。本当にやばいぞ。よし、上がった。これだ、これを使おう。ビヨーンと、あ、当たった。お、これは？これ使った方がいいね。ビヨーンと。ほら、当たった。こんなんでどうすりゃいいんだよ、本当に。これだ、もうこれを使って。おお、なんだ。沈んだ、あれか。なるほど、行くぜ。オケアノスの弱点を攻撃しよう。ちょ待って、全然わからん。超むずいんだけどちょっと待ってすげえむずいぞこれ。どこだ弱点って。俺が今どこにいるのかわかんないしね。ほら当たってんだか当たってないんだかよくわからん。どうなってんのよマジで。いけないし、引っかかる。全然減ってねえな。俺がマジ不調だよ。外したちょっとずれたか。当たれ、全然当たらんなにこれ。超むずいわ。あいつなんかずっと回ってんだけど大丈夫かバグってんぞほら、わからんが、とりあえず攻撃するしかない。なにこれマジむずいんだけど。あれ復活した？水流を使って足場に戻れ結局何もできんかったな。こいつ相変わらず回り続けてんな。まあそこで頑張ってくれたまえ。
もうこれでなんか相手敵ってやばいやばいやばい。こいつさ何してんのマジで。一回回復するか。一人戦力外になってしまったからな。自分で何とかしないと。あれでさダメージが当たってくれればさいいんだけどさ、全然ダメージ当たってないからね。痛い。あれ劣勢になっちゃった。無理だ、マジで。すごい、これ。ほら。よし。いや、突撃って言ってもね。むずいんだよ、これを当てるのが。登れないの、これ。落ちるね。あ、登れる。よし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 、そういうことか。ようやくだ。ああ、ある程度与えると復活するのか。なるほど、登れるっていうことが分かったから。あとはもうこの繰り返しだな。ちょ待って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 、よし。当たらん。どうだ、全然ダメだ。これ投げ払いとかマジどうせやいの。これ当てるのむずいんだよね。痛い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 。ほーら、ほーら、うわ吸い込まれる、マジか。だがそれこそチャンス。ドギめちゃ頑張ってんな。え、何か来んの。上に上がれねえし。とりあえず上に上がる。いい、怖い。ずれるんだよねこれ上がってるときに。画面が追いついてないし、そもそも。逃げろ。よし、チャンス。つかないんだけど。はい、やばいやばいやばい、なんだかんだで減ってきた。これでビヨーンと。よし、これ水流が上がってっからさ、これこそあれだよ、もう決めるよ。当たってる当たってる。よし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 。だいぶ減らしたな。もう一回打ち込みたいな必殺技を。またあいつ回ってんの、くる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 。これマジ何なの。ここが一番当てやすいよな、このやつが。ビヨーンと。だがわしらの基本はこの先にしかない。ええ、参りましょう。ビヨーンと外した。よしよしよし、くらえ。
これはこれは大技が来るか。ようやく分かってきたな。なんか増えるやつなかったっけ。粉塵水 50%。 あ、これ 100% いけんの。まず 50% よし。よし、登った。よし、これで畳みかける。倒したか。いや、きつかったね、本当に。もう序盤がわけわかんなかったからな。慣れるとなんてことないね。粘石を手に入れた。ずっと水の中にあるからさ、この粘石燃え尽きてんじゃねえの。もう どこへしまったんだ今の武器は。リコッタたち勝利。海から圧倒的な気配が消えた。間違いないみたいだね。ようやく任務完了か。ついにやったぜ。これでこの島からやっと。よく頑張ったな。てか海の中で泣いてもさ、分かんなくねえか。すみません。つい。失礼いたしました。地上へ戻りましょう。お、頭が。そんな、今のは。置いてっちゃうぞとか。なんだそりゃ。どうした。なんでもないかな。古代史たちの猛攻をなんとか退けていた。こいつら強すぎだろ。住人。決起会がささやかに催されたってさ。決起会ってささやかにやるもんなの。女性陣で集まってる。いいな。リヒトはなんか別のやつ口説いてるし。
みんなよく頑張ってくれた。酒はどっから調達してんの？半月ほどかかるんだ。結構長いね。まあそりゃそう簡単にできないもんな。探索は任せてくれ。大体さ、この島に取り残されたらマジ終わるからな。全員探しておきたいよね。大丈夫だ、もう十分です。一人ここに残ってもね。前から気にはなっていた。やれやれ。この野郎、面倒事は俺に押し付けやがって。果たされた宿願。というところで、じゃあオケアノスを無事退治することができたので、今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。